本枚竿は本枚竿は、新潟県北貫原郡中条町出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは守備的ミッドフィールダー。2000年のプロデビューから2014年までの15年間、アルビレックス新潟でプレーし、チームの象徴としてミスターアルビレックスと呼ばれた。2014年シーズン途中から栃木 SC へ移籍し、2017年に新潟に復帰。 同年限りで現役を引退した。8歳からサッカーを始め、地元の中条サッカースポーツ少年団に入団。体内私立中条中学校を経て、千葉県の奈良市の高校へ入学後は1998年に千葉県大会で優勝し、第77回全国高等学校サッカー選手権大会に出場している。県大会では後に、 チームメイトとなる私立船橋高校の黒川キアに PK を止められたこともあった。高校卒業後、アルビレックス新潟に入団。加入当初は右サイドを主戦場とする攻撃的ミッドフィールダーで、ルーキーイヤーは29試合に出場して3得点を記録した。2000年5月2日のミトホーリーホック戦で初出場3日後に行われた湘南ベルマール戦で、 初得点を記録した。2年目から徐々に出番を減らし、当時のソリマチ工事監督のチーム編成などの事情ももあり、守備的なポジションであるボランチにコンバートされる。2002年に3ヶ月の短期ブラジル留学を経験。留学期間は FIFA ワールドカップの開催時期で、本人はあまり乗り気ではなかった。新潟は2004年に J1 へ昇格し、 本間は2005年にレギュラーポジションを獲得した。全国的にはまだ無名だったが、2006年のシーズン途中に鹿島アントラーズから新潟に移籍してきた内田淳は新潟戦前のミーティングで鹿島監督のトニーニョセレイゾがとにかくこいつを止めろと強調していたため移籍前から本間のことを知っていたと話している。2007年からゲームキャプテンになり、2008年には 中盤のよう、司令塔と呼ばれる存在になった。同年7月に第一子が誕生。2009年は当時監督の鈴木敦氏が構築した、4から3から3システムの一ボランチとして、中盤の底で存在感を見せた。京都三賀監督の加藤久志は、攻撃的なチームの中にあって、ディフェンダーの前でうまくスペースを消していると、本間の守備面に評価を与えた。 翌2010年から正式にチームキャプテンとなり、北野孝之の遺跡に伴い、J2 時代を経験したメンバーは、本間ただ一人となった。本間の新潟出身の生え抜きという経歴もあり、メディアでは、ミスター・アルビレックスと紹介されるようになった。本間は、監督が黒崎久し、八木下正明に変わった後もポジションを守り、2011年には、 J1 リーグ戦全試合に出場した。2011年9月24日、J1 第27節ジュビロ岩田戦にてスタメン出場し、J1 通算200試合出場を達成。2012年には J リーグ通算300試合出場に到達した。2013年以降は、新加入のレオシルバや小林勇希にポジションを奪われ、出場機会を求めて2014年8月より、 半年間の期限付きで J2 栃木 SC へ移籍。シーズン終了後の2015年1月5日には栃木への完全移籍が発表され、本間は高校卒業後の15年を過ごした新潟を離れた。2017年よりアルビレックス新潟へ移籍。2017年11月25日、現役引退が発表された。12月2日、 2017年シーズン最後のリーグ戦、第34節のセレッソ大阪戦に途中交代で出場し、J リーグでの現役生活を終えた。現役引退後の2018年から2020年11月まで、新潟のサッカースクールコーチを務め、2020年7月から11月まで、アカデミー部門スカウトを兼任した。2020年11月から、 教科部長に就任した寺川農人の後任として、教科部門スカウト担当に就任した。その他の公式戦、本間イサ引退試合、伊佐オフレンズ、V 本間マフレンズ1、渡辺康弘、2、三田光、4、鈴木大輔、5、千代丹田光、6、桑原博義、8、山口元弘、9、ファビーニョ、10、加藤大、11、鳴尾正式、12、 宮沢勝幸、十三、荒井健二、十四、高橋直樹、十五、本前沙尾、十六、寺川農人、十七、安江学、十八、鈴木慎吾、十九、矢野孝明、二十、川又健吾、二十一、野沢洋介、二十二、小林光道、二十四、片淵光一郎、二十八、早川文也、三十、深井正樹、 41、田中達也。52、神田勝夫市。小寺の光一。2、木澤正則。3、大井健太郎。4、広瀬健太。6、秋葉忠宏。7、三角雄大。8、広瀬孝二。11、黒崎久志、13、四季田孝義、14、中原隆行十15、本前佐夫。17、内田淳。18、鳴岡翔。19、永田光 21、岡山哲也。22、西大吾。23、北野高幸。24、宇治原良二。25、青野大二28、船越雄二29、山形達則。30、長吉拓馬。31、井上康平。32、田中窓夢。35、本間京。36、菊池直也。ありがとうございます。